細田衆院議長は今月7日軽い体調不良を訴え病院で検査したところ脳血管に問題が見つかり予防的治療のため入院その後退院し今月17日には北海道で行われた式典に出席し挨拶をしていました細田氏は2021年11月から衆議院の議長を務めてきましたが複数の与党関係者によりますと体調不良を理由に辞任する意向を固めたということです 政府は来月20日に臨時国会を招集する方針で自民党は今後後任人事を急ぐことになりますが額賀福士郎元財務大臣などの名前が挙がっています細田氏はことし7月にも東京都内の自宅で体調不良を訴え都内の病院に救急搬送されていて体調面の問題が心配されていました